エクシリム携帯 W63CA はカシオ計算機並びにカシオ日立モバイルコミュニケーションズが日本国内向きに開発した au ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話の CDMA1XWIN の携帯電話であるカシオのコンパクト型デジタルカメラエクシリムの名を冠した携帯電話の第2弾であり W53CA の後継モデルである 日本国内販売の携帯電話のカメラ機能としては、最高クラスの809万画素を誇る CMOS を搭載し、エクシリムエンジン4モバイルの採用により、高画質化を図っている。手ブレ補正や9ポイントオートフォーカスに加え、顔検出撮影の機能も加わるなど、機能の多さは健在であるが、形状の問題から、高額ズームは採用されていない。代わりに、画像をトリミングしながらズームする。 オートリサイズ,ズズームを採用している。W53CA と同様、背面側にエクシリムのロゴやレンズリングが目立つ形で配置され、メインディスプレイを外側に配して折りたたむとデジタルカメラであるかのように見えるデザインが意図されている。また、携帯電話では、ウーケータイ W63H と共に、世界初となる3.1インチワイド VGA。 有機 EL ディスプレイを採用した。また、W53CA には搭載されていなかった、Bluetooth の機能やワンセグ受信機能も、本機種には搭載されており、これだけの多機能な機種でありながら、厚さ 17.4mm と W53CA よりさらなる薄型化を実現している。そして、W63CA のカメラムービーで録画した動画ファイルは、 W63CA 専用のアプリを利用することで YouTube へ簡単に投稿することも可能である。ちなみに基本構造は W63H と共通であり、電池パックも同機種と共通である。本機種は2008年11月21日から11月28日にかけて発売された。その週から9週連続で au での売上1位を獲得し、 2009年1月、第4週に W65T に1位を奪われたものの、次週に再び首位を奪い返している。発売から半年経っても人気にげりはなく、au での機種別売上げ1位を保っていた。カシオ計算機のデジタルカメラ、エクシリムブランドを冠した809万がそのカメラ機能やビジュアルワイド VGA の3.1インチ有機 L ディスプレイを搭載し、 あらゆる新機能、新サービスに対応したハイエンド端末であるところが人気の一因であると考えられる。au のリスもプレイヤーで Bluetooth ヘッドホンを使用するには SCMST 規格に対応したヘッドホンを購入しなければならない。ただ、これらの情報はカタログに記載されておらず、取扱説明書に小さく記述されているだけなので知らないユーザーが多い。 このため未対応 Bluetooth 機器を購入したユーザーからのクレームが少なからず存在する未対応機種でも接続はできるが画面上部にのマークが入る2008年11月28日に以下の不具合の修正が携帯アップデートにより行われた2009年2月25日に以下の不具合の修正が携帯アップデートにより行われた2009年7月2日に 以下の不具合の修正が携帯アップデートにより行われた。2009年8月25日に8月5日より停止していた携帯アップデートを以下の不具合を修正し再開。ありがとうございます。